トベ広報に対する信頼性の低下とマスコミファンの議論。広報戦略の再考が必要。所属アーティストへの影響も懸念される。滝沢秀明氏が代表を務めるアーティストマネジメント会社トベは、10月15日に平野志要、神宮寺優太、岸優太による新ユニットナンバー、愛の結成を発表しました。これに伴い、ファンクラブの指導や YouTube チャンネルの設立など、一気にことが進む中で、 マスコミ関係者からは、戸辺の広報に対し、ネガティブな声が聞こえてくるようになったとの声が上がっています。本記事では、戸辺の広報とその対応に焦点を当て、この問題について探ってみたいと思います。戸辺の背景、滝沢氏をはじめ、所属アーティストも全員、旧ジャニーズ事務所、うつつみるインアップ、出身の戸辺は、日本のエンターテイメント業界において非常に影響力のあるエージェントであり、 数々の人気アーティストを輩出してきました。現在、同社の看板とされるのが、人気グループ、キングプリンス、以下、キンプリの元メンバーで結成されたナンバー、アイです。ナンバー、アイの発表とファンの反応。トベは10月15日、同社の YouTube 生配信にて、ナンバー、アイの指導を明かしました。これにより、ファンは歓喜し、彼らを応援する書き込みがネット上で飛び交いました。しかし、 キンプリメンバーの5人が分裂してしまったことにより、複雑な思いを抱くファンも多数見受けられ、滝沢氏を含む戸部のトップに対する非難の声も一部から上がりました。戸部広報の信頼性に疑念。戸辺の広報に関する問題が浮上した背景には、平野志要と神宮寺雄太が戸部に移籍する前から、戸部ゴーる説が報じられていたことがあります。戸部の広報はこれを完全否定しており、 結果的に二人が移籍したことで信頼性の問題が浮上しました。同様のゴール説が岸優太についても浮上しましたが、戸辺の広報は再びこれを否定していました。しかし、岸も戸辺入りを発表したことから、マスコミ側は戸辺の広報に対して不信感を抱くようになりました。戸辺の広報担当者。戸辺の広報担当者は、以前には大手芸能プロダクション、磨き音に在籍していた W 東京出身のスタッフです。 彼は、パッと見は彼こそジャニーズタレントと言われるほどの超新イケメンで、業界内では目立つ存在とされています。しかし、広報としての評価は依然として低いとされています。彼がマスコミから問い合わせを受けた際に、無回答で通せばまだ良かったものの、後になって嘘だとわかるコメントを提供したことが問題視されています。戸辺広報の信頼性への影響、戸辺の広報の信頼性の問題につながると、 マスコミ関係者からは、戸辺に対するネガティブな反応が出ています。マスコミ側の心証はかなり悪化し、戸辺の広報は問題児との印象を広めています。現在、一部の週刊誌が戸辺に攻撃的な記事を出しており、この広報がその原因ではないかとの疑念が広がっています。戸辺の戦略と今後の課題。戸辺は旧ジャニーズ事務所と同じようにマスコミを支配。 または味方につける必要があるとは考えていないかもしれません。しかし、敵に回しすぎることは問題である可能性があります。広報のせいで、ナンバー、イや他の所属アーティストのイメージがダウンすることは望ましくありません。戸部は今後、広報戦略を見直す必要があるかもしれません。戸べの広報に関する信頼性の問題が、マスコミとファンの間で議論を呼んでいます。信頼性を欠いた広報活動が、 トベと所属アーティストのイメージに悪影響を与える可能性があり、今後の対応が注目されます。トベは広報の信頼回復とともに、アーティストたちの活動を十分にサポートする方策を模索する必要があるでしょう。